昨日、羽田空港の滑走路に着陸しようとした日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突し、海上保安庁の機体に搭乗していた5人が死亡しました。機体は原型をとどめていません。赤い炎が今も上がっています。衝突したのは新千歳空港発羽田空港行きの JAL516 便と羽田空港基地に所属する海上保安庁の航空機です。 警視庁などによりますと日本航空機には乗客・乗員379人が乗っていました全員脱出し14人がけがをしました一方海上保安庁の航空機には6人が乗っていましたがその場で5人の死亡が確認されました残り1人は機長で自力で脱出したものの重いやけどを負っているということです海上保安庁の航空機は、一昨日発生した

事故に至ったということまでは確認をしておりますが国交省と海上保安庁日本航空が昨日夜会見を開き事故の詳しい経緯についてそれぞれ確認中と説明しましたこの衝突事故で羽田空港では全ての滑走路が閉鎖されていましたがおよそ3時間半後に事故があった滑走路以外の閉鎖は解除されました 運輸安全委員会は事故原因を調べるために航空事故調査官6人を派遣しました。一方、警視庁は捜査一課が今日特別捜査本部を設置し、業務上過失致死傷の疑いを視野に詳しく調べる方針です。